はいどうも、ゾゾマリン薬病神系 YouTuber 大チャンネルです。ということでですね、たった今、ロッテに関するニュースが入ってきました。ロッテ、吉井正人監督決定。ただ驚いています。身の引き締まる思い、10月の大舞台に立てることを目指していきますということで、なんとなんと、千葉ロッテマリーンズが先日ね、井口忠人監督がね、退任を発表されたんですけれども、そこから約5日で、マリーンズの新監督が決定いたしました。まずちょっと一個ね、僕言いたいと思うんですけれども、なかなか早かったな、決まんの。なんかね、いろいろ首脳陣とかもね、井口監督対談して、その後もなんかね、続々と首脳陣のね、退任情報が出ていたんですけれども、これ首脳陣どうなるんだって思ったんですけどね。はい、なんか今は白紙の状態ですみたいな感じだったんですけども、思ったより早かったなこれな。はい、というところで、まあ、吉井新監督がね、就任したわけなんですけれども、吉井監督のコメントですね。ただ驚いています。これまでコーチとしての役割ということで勉強しながらやってきましたが、これからは全体のマネジメントを任される立場になるということで、身が引き締まる思いです。基本的には選手のパフォーマンス向上と人間力の向上の2つを挙げること、そして最終的には勝つこと、10月に大舞台に立てることを目指していきますということで、よいしょー。10月に大舞台、日本シリーズしかないじゃないか。で、まあ、現在、千葉ロッテマリーンズはね、2025マリーンズプロジェクト、上昇軍団に向けてね、一歩一歩前進しているわけなんですけれども、まあ、僕は正直ね、福浦監督になると思ってました。まあ、なんでかっていうと、まあ、今年打撃がね、非常に苦しんだっていうところもありましたし、まあ、チーム打率とかね、チーム得点数の方でもパリーグでのもね、下の方だったっていうところで、まあ、福浦選手はね、もう安打製造機っていうところでね、現役時代も知られていましたから、で、今ね、現状打撃コーチもね、やられているということで、そのままね、昇格するんじゃないかっていう風にね、まあ、いろいろネットの記事とかでも言われていてね、まあ、僕もそうなんじゃないかなと思っていたんですが、僕の考え甘かったっすね。うん、そう甘くはなかったな。まあ、吉井投手はね、その、ピッチングコーチっていうところでの任務がね、非常に今まで多かったんですけども、もう監督だからね、うん、もう打撃っていうところも見ていかないといけないし、非常に新生マリーンズがね、来年以降楽しみだなっていうふうに思うんですけども、いやーよかったよ、俺、吉井コーチで。多分、相当、朗希様のことを気にしているんじゃないですか、もしかしたら。うん、来年、朗希様はね、4年目のシーズンっていうところで、まあ、今年3年目はね、中6日、球数制限100球っていうところでね、やってきましたけれども、もう完全試合も達成して、ねえ、本当に素晴らしいピッチングをね、1年間見せていただいたなと思うんですけども、来年は本当にね、体しっかり作って、さらにね、スタミナっていうところを上げていって、来年は本当に規定投球回っていうところをね、まず目標に朗希様には頑張ってほしいなっていうふうに思うんですけれども、プラス吉井ピッチング監督だから。ピッチング監督とか言っちゃいかんな。うん、吉井監督だし、ピッチャーに関してはもう一番わかってるからね、吉井コーチは。っていうところで、まあ、朗希様を中心に見つつ、まあ、他の、まあ、今年不調だった増田投手だったりとかね、そこの調子を取り戻して、オスナ投手も残留していただいて、まずは、この投手力っていうところをまた固めていくと。僕一個作戦があって、吉井監督は、もうこのピッチャー陣もとにかく育てる。今年不調だった増田投手だったりとかを、またちょっとね、状態を戻して、来年また勝ちパターンで勝負できることを僕は応援していますし、一方ね、打撃陣の方は、もう福浦さん。はい、もうあなたしかいません。まあ今現状ね、和製大砲の山口選手だったりとか、安田選手だったりとかが育った状態でシーズン終えましたから、来年の打線はこの二人がキーマンになってくることは間違いないでしょう。はい。まあ、山口選手を、まあ来年は俺できれば、全試合4番で使ってほしいなっていう風にね、吉井監督には思うんですけども、まあ、この福浦コーチとね、吉井監督っていうのも、打撃のすごい人と、ピッチャーですごい人と、ここ合わさったらもう優勝だからな。というところでね、まあ、吉井監督もただ驚いていますっていう風にね、言われているんですけども、僕らも同じです。まさか吉井監督がね、今年侍ジャパンのピッチングコーチだからさ、いや、吉井コーチ？うん？若干頭にはあったけど、まさかないなって思ってたからね、侍ジャパンのコーチも務める吉井さんがこうやってロッテの監督っていうところで、来年本当に楽しみしかありません。はい。といったところでね、吉井監督も10月の大舞台に立てることをイコール日本シリーズ、目標に頑張っているというところで、来年こそ、まあ、まずは上位を目指していってね、一試合一試合戦い、最後にはね、優勝っていうね、そういう目標が僕にもあるんで、来年は僕らファンも、吉井監督についていきますんで、来年は優勝を目指して、1という最高の景色を僕らファンと一緒に見に行きましょう。ということで、吉井監督就任おめでとうございます。そして、来シーズン、マリーンズ、ファイティング！